ジャッジアイズ続きからプレイしていきましょう。お待たせしました。サナちゃんを待ってたとこからですね。まあ座ってよ。はいはい。これなんで来てもらってんだっけ。大事な話か。ずいぶん前な気がするな。めっちゃ待たせたよね。ごめんね、サナちゃん。大事な話って？なんでドン引きなん？すみません。すいません。まだ心の準備が。ん？何？どうしたん？じゃあ、ちょっと話そうか。話そうかっつってさ、この話一気に言ったらバカだよな。まあ、新曲の話、一回いいんじゃない？最初からちょっとテンション下がる話はあんま良くないじゃん。新曲。サナちゃんの作った新曲、どんな歌なの？前にも話したかもしれませんが、恋の歌です。引っこ抜かれてみたいな。あれ、愛か。愛の歌か。そうだな。というより、片思いの歌かな。それは、サナちゃんのリアルな心情、はい、前も聞かなかったっけ、これ。はい、そうなんです。世の中に出るって思ったら、ちょっと恥ずかしいですね。うん。マネージャーは？マネージャーさんとはうまく話がついたんだね。よかったよ。そうですね。はい。自分の気持ちが整理できたおかげです。マネージャー、私の歌が一番の商品だって言ってました。理解ある人でよかったね。だから、それを損なうようなルールなら、上と交渉してみる価値があるって。ほー、そこまで言ってくれたわ。サナちゃんのことをよく理解してくれてるみたいだね。はい。はい。だから私も頑張らなくちゃ。よかったね。まだ開いてなかったんだ、これ。最後にしないといけなかったんだね、結局。八神さん。八神さん、大事な話ですが。ああ、うん。何の話？はい。ムービーだ。ずっと、言葉にできなかった気持ちがあるんです。八神さん。何度も会ううちに、私の中であなたのことがとても大きな存在になっていました。八神さん、あなたのことが好きです。だから私を彼女にしてください。予感はしていたけど。八神さん。ひどいトロフィーだな。もうデッキ到来ってお前。答えを聞かせてもらえますか？どうしよう。真冬ちゃんがいい。真冬ちゃんがいい。真冬ちゃんがいい。でもな、でもな。でもこれさ、適当にイエスって答えてもさ、それはそれで。だってさ、この子の商品なんだよ。恋は。それをさ、ノーって。それもどうなんだっていう話だよね。どうしよう。ごめん。ごめん。サラちゃんの希望には答えられないよ。そんな。どうしてですか？どうしてですかってお前。こっちも事情だってあるだろお前。ごめん。今は仕事が大変で、恋愛のこととかあまり考えられなくて。そうですか。ごめんね。八神さん、ごめんなさい。急にあんなこと言って。ああ、いや、こちらこそ、ごめん。それじゃ、私はこれで。やっぱ、適当に、ごめんって、ごめんって。サナちゃんには悪いけど、これでよかったんだ。15歳上だしな。やっぱね、同じぐらいの年齢の子と一緒にいた方がやっぱ幸せなんじゃない？知らんけどさ。仕事の、ね、あの収入も安定してないしさ、八神さん。顔はいいけど、顔はいいけど。引きずるなこういうの俺。めっちゃ引きずるわこういうの。ダメなんだよこういうの。よし、それじゃあ源田法律事務所に向かうか。
星野くんが、読めなかった。まあ、なんか掴んでるといいね、みたいな話だよね。久しぶりだね、源田法律事務所。そうでもないか。あ、なんかある。これ行ってみるか。ん？誰からの電話だ？ん？助けてストーカーに誘拐された。松岡ちゃん。どうした？え？ストーカーってこの間のやつだよな。誘拐ってマジかよ。ななみでいいのかな？ななみちゃん？まずいな。こっちからメッセージを出してもう少し詳しい話を聞いてみよう。今、どっかわかる？車、トランクに、トランク、縛られてます。車のトランクの中で手足を縛られてるみたいだな。スマホで連絡してるの？スマホ、捨てられた。スマートウォッチから。持っててよかった、スマートウォッチ。スマートウォッチでメールしてるなら指は動かせる状態ってことか。電話はできる？警察には連絡した？喋るとバレます。現在地不明。メール、友達、通報を頼んだ。警察には通報したか。だが、すぐに見つけられないと何をされるかわからないな。なんとか場所を特定できないか。周りに、どこで誘拐された？どこで誘拐されたの？占領通り来た。車の車種は色は？形はわかる？黒、四角、大きい。それってワゴン車？はい。電池切れる。まずいな。場所を特定するために他に必要な情報は。曲がった回数。誘拐された後、車が何回曲がったかわかる？多分5回。距離は短い。わかった。行く。さっきから車止まってます。OK、わかった。だとすると、まだ神室町からは出てないかもしれないな。あ、向かった方角も言ってくれる？誘拐された時、車はどっちから来てどっちに向かったかわかる？占領通り北から来た。南に向かいました。北に来たか。占領、周囲の音は？周囲の音で印象的なものはなかった？ずっと賑やかな音、今は静かなところ。ラーメン。ラーメン？匂いか。車止まった後ラーメンの匂い。静かな通りのラーメン屋の近くか。場所が絞れそうだな。電池切れます。げっ。返信がない。電池切れか。車が動き出す前に早く探し出さないとまずいな。とりあえず、分かったことをまとめてみよう。車は黒のワゴン車だ。占領通り北で誘拐され、車は南に向かい5回ほど曲がった。賑やかなところを通り過ぎ、今はラーメンの匂いがする静かなところにいる。一応メモしておこう。この情報からおおよその位置は推測可能だな。ななみさんが心配だ。すぐに探しに向かうぞ。占領通りだから、あ、広っ。占領通り北から南に向かった。1回、2回、2回、3回、4回。喫茶だもんね、これね。静かなところ。スマイルバーガーだもんね。ここか？この辺行ってみるか。あるかな、ラーメン。ラーメンじゃない。ワゴン車。別に俺はラーメン屋を探してるわけじゃないんだよ。知らん、目薬忘れても。大丈夫かな、無事だといいけど。本当、何なんだろうな。なんで自分が好かれてると思うんだろうな、ストーカーって。本当に意味がわからない。この辺の近くなんじゃないか。違うか。抜いてくれ、ごめんな。占領通りがここでしょ。こっから南に向かった。で、あれは黒のワゴン車ではない。ではない。賑やかなところだからピンク通りのあたりは通ったんだろう、多分。この辺とか行ってみるか。ちょっと待って。この辺行ってみよう。
どこだ、どこにいる。なんでこの町はさ、女の子に怖い目を合わせる奴らばっかなんだよ。本当に。これ、あった。ホームラン券か。お。ラーメン屋の前の黒いワゴン車、これだよな。くそ、自ら前に開錠しないと。え？そういう鍵じゃなくない？車って。もう少しだ。よし。もう少しだ。オッケー。よし。オッケー。これでよし。ピッキングでどうこうできるもんじゃなくない？できるか。あ、普通の鍵もあるよね、車ね。もう大丈夫だ。今ほどくからね。おい、何してるんだよ。頭かち割らないと気が済まんな、お前は。お前は、ななみちゃんの彼氏。ずいぶんと思い切った行動に行ったな、ストーカー野郎。お前みたいなチンピラはな、ななみちゃんにはふさわしくないんだよ。お前みたいなキモい髪型のやつもふさわしくねえよ。ふん。だったらお前はふさわしいってのかよ。ああ。彼女だっていつかわかるはずだ。僕と暮らしていけば僕はふさわしいってことに。まあ、寝言は寝てから言ってもらおうか。とりあえず、おとなしくなってもらうぞ。いつか、いつ出したんだよ、お前。ドラえもんかよ。雑魚が。あ、猫、猫いる、猫いる、猫いる、猫いたね、さっきね。ほら。お前より猫だ。猫が気になる。見れない、見れないぞ。大丈夫か？大丈夫かじゃねえよ。あいつの心配してどうすんの？ななみさん大丈夫？わかったです。八神さんも女の子振った後なんだよ、今。わかってっか？よく頑張ったね。もう大丈夫だから。ありがとうございます。八神さん、ありがとうございました。無事で本当によかったよ。八神さん、私、ハッタリのつもりで言ったんですけど、本当に喧嘩強かったんですね。正義の味方みたいでしたよ。あは、そうかな。ま、仕事からこういうケースもないこともないからね。でも、かっこよかったです。今度、お礼させてくださいね。おう。あ、楽しみにしてるよ。はい、必ず。それじゃあ、事情聴取があるんで。こういう時ってさ、八神さんも呼ばれない？呼ばれないもんかな？助けただけだから別にあれか。他はもう何もないかな。じゃあ、星野くんとこ向かおうか。ダボ、来たか。来たよ。早いな、会長さん。星野くんが資料をまとめてくれたってよ。例の橋木の事件。なんでそんなジョジョみたいな立ち方してんの？どうしたん？どうしたん？沙織さん。昨日真冬が襲われたんですって。恐霊会に。ああ。もう真冬と話した。ええ。でも、ちょっと嬉しそうでした。八神さんが助けてくれたって。いいのか悪いのかって感じだね。星野くん、話聞かせてくれる？八神さん。源田先生、今日も来ないのか。いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じでしたけど。そっか。それより、昨夜頼まれた件です。橋木って人の事件、調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長、橋木徹さん。半年前に、殺害された当時51歳深夜カムロ町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も？ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。まだ和平が言っていたように計画的に殺されたって感じの事件じゃないな。
誰か事件の目撃者は？犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。黒いレインコート？ええ、でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのかも。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの雪吊りの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ？ええ、どうしてです？なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん、カムロ町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応、日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は、橋木が致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ？だろってそんな自信満々に言われてもな。こういう、この顔でそういうこと思ってんのか。まあ、一理あるのは認めるよ。けど、そう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと？橋木殺しの捜査資料とか、詳しい死因なんかも知りたい。となると、ここはまた綾部刑事の出番じゃないか。ああ、俺もそう思って、実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンでな。お前も行くだろ？ああ、もちろん。代理の人間って誰だ？まあでも、まあ行くか。もう終わり？ない？ないね。ごめんね。ごめんね、押しちゃって。うん。行くぞってお前の方が後ろにいるんだよ。わかってるか？状況を理解してるか？よし、じゃあラマンに向かう。なんだ？なんか俺ら出待ちされてたみてえだな。日本刀普通に持ってくんなよ。ありゃあ、松金組のもんだぞ。なんでだろうね。ずいぶん殺気が向けられてるような。お？お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら強霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。これ茶か持ってないんだったら余裕なんだけど。全然余裕。よし、やばい、結構いるな。ういういおら、やだめ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 。よし、おら、よし、いいね。ういよし、いいね。おら、オッケー。まず一人。よし、今村、今村。よし、ちょっと待って。あ、ちょっと
待って、栗山を殺す。オッケー。あとはお前か、下村。よし、終わりだな。まだいる？まだいるか。足長え。時間食っちゃったよ。足長いよな、やっぱ。ハヤト、おい、ハヤトこずらかるぞ、タボ。ああ、出発するか。行こう、ラバンに。よし、ラバン着いたぞ。お邪魔しまーす。あれ、そうか、鍵いるんだっけ。開いた。開いた。ここに綾部の代理ってのがいるはずだ。どんな奴なんだ。さあね、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。向こうのやつがなんか話したそうにしてるけど、こいつでいいのか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お飲み物はいかがしましょうか。すべて無料となっております。はあ、全部無料ですか。やった。飲み合わせめちゃくちゃ悪いなこれ。気に入った。オッケー、さ、行くか。ん、なんかあいつっぽいな。ありがとうございました。こいつか。ごめん、違うんだね。ごめんね。あ、ドイツだ。こいつか。あの、ちょっと。はい。ん、何。もしかして俺のこと呼んだ。座って、隣、早く。ん、前にどこかで。冗談はやめてくれる。冗談って。いいから。それより場所はここでいいの？それとももっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理、とにかく早くしてほしいの。おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前、マフィマジで。ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうか、なんでここに。綾部刑事の代理。お前が。え、綾部とはどういう。今朝彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ。検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと返送したし、ここでなら大丈夫なんでしょ。ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神くんを逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる、ありがとうな。じゃあね。あの服どこで用意したんだろう。誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ、なんだよこれ。はい、ということで、じゃあ次回カイトと資料の確認をしましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。